フラッピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆さん、 YouTuber の皆さん、お元気ですか？フナピーも元気でしょって言った感じでやっていきますね。はい、今回もフナピー島パと行ってまいりました。今回はシーズンリーズンの体型カバーにもなるお得なアイテムを購入してまいりました。はい、こちらのプルオーバーでございます。商品名 SR クルー N 型ボタン PO、 サイズが L、 お色は中薄だいだい、モカ色ですね。お値段が税込み1419円のところ990円にお値下げされておりました。でもあったかいんですよ。商品番号は501-3359、素材はポリエステル 80%、 綿 15%、 ポリウレタン 9% となっております。ボートネックで首周りがすっきりしていて、肩の生地よりも濃い茶色にベージュが混ざった柄のボタンがポイントなんですね。目が上の方に行くようになってますね。生地はのっぺりとした表面ではなく、よく見ると同系色の糸の光沢あるなしの細いボーダー柄で、立体的になって張りのある素材は体型カバーにもなります。肌触りはもっちりしていて柔らかく、ストレッチ性もあるので着用しやすいです。裏地は裏肝付きであったこうございますよ。ボートネックの首周りは大きなトモ布のバイアスで処理されております。こんな感じですね。身幅も程よくあり、インナーをレイヤードしてもゆとりがあるのでモコモコしないのもいいなって思いました。丈はぽっこりお腹も隠れるし、後ろ身頃はね、ほんの少し長めでヒップも隠れる程度の丈となっております。ゆとりある長袖は袖口に外側に折ってロールアップされてるんですね。だから自然に抜け感が演出されるんでございますよ。ちょっとだけ両サイドスリット入ってます。後ろはラウンドヘムになってるんで、アウトで着用しても様になりますね。後ろ身頃のこちらのプリーツで肉感を拾わずすっきり見えるのも嬉しいですよね。カジュアルから綺麗めまでのコーデが楽しめると思います。といった具合でこちらコーデネートしてみたいと思います。ボトムスは派手色のプリーツスカートとコーデしてみました。プリーツスカートの深緑色とアスカラのトップスがとっても合ってると思います。ちょっとね、ブランジングするとよりスッキリ見えますね。ゆとりある身幅にぽっこりお腹やお尻もちょうど隠れるいいサイズですね。ちょっとせっかくブランジングしたんですけど、出してみましょうね。こんな感じですね。お腹わからないですよね。やっぱりこの素材が張り感があるからぽっこりお腹が目立たないんだと思います。体型カバーにもなりますね。肩の色の濃いボタンがポイントで、ボートネックがデコルテをきれいに見せてくれます。目が
上の方に行くようになっているんですね。袖のロールアップも縫われているんで、いちいちね折り返してやり直したりすることができなくて楽ちんですね。裏は裏起毛で柔らかくてあったかいです。後ろのプリーツで肉感を拾いません。ふわっとした感じがいいですね。はい、次行ってみましょう。ボトムスはライトオンのミセスジーナを着用してコーデしてみました。中にタートルネックを着用してもボートネックでとってもすっきり見えます。カジュアルコーデですね。中にインナーを着用してもモコモコならないのもいいですね。はい、次行ってみましょう。ボトムスはシーズンリーズンのワイドサラペットパンツですね。そして靴はディアフルプチプラヤさんのショートブーツとコーデしてみました。ネックレスも茶色にして統一感のあるコーデになりました。はい、次行ってみましょう。ボトムスはひなさんの花柄プリーツスカートとコーデしてみました。フェミニンなコーデにしたかったんでディアフルのプチプラヤさんのバッグを持ったらフェミニンなコーデになります。スカートもとってもフェミニンですからね。はい、次行ってみましょう。 HK ワークスロンドンのシフォンプリーツスカートとコーデしてみました。同系色の色で統一感を持たせたコーデには差し色に黒いバッグや黒いパンプスなんかを履くといいと思います。はい、これでフナピーのシマパド&コーディネートを終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しいでございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。